everyone, welcome to our channel 東京女子くねみぎです。そうちゃんです。私、化粧水マニア、うん、何やってほどでもねえか、笑ってんなおい。でも大好きなんです。大好きね、化粧水、うんうん、で、唯一、うん、これって何なのよと思ってたものが、うん、はいはい、アベンヌウォーター、うんうん、よく見るね。正直、そんなに売ろうかなって思ってる、うん、いや、思ってる思ってる。乾き早くない？こうな、本気の水寄りだよ。そう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 、ね、なんかもっちり感もないから不安になる、うんうんうん、それはわかる。これオンリーで、うん、無理、うん、わかる。なんか良いみたいな、もっちりしっとりしないともう不安がよぎる年よね。そうそうそう、で、これ何なんだろうか、うん、セールで売ってたんで、うんうん、このボタニカルエッセンスウォーターって買いました、うんうんうん、とりあえず私は500円で買った、うん、1700円ぐらい。こっちこれ、うん、なかなかだね。なんとかして、ね、うん、こいつの良さを私は知りたい、引き出してやろうと。そうだって何年もあるものだから、うん、ユーザーがいるってことは、うん、まあ、そうだよ ね。このスキンチェッカー出ました出ました。スキンチェッカーで調べました。信頼の最初こっちすごい潤ってる感じするの、うん、それは、うん、でちょっと時間経ったらこっち勝っちゃう。ボタニカル勝ちなの？勝っちゃう。これ厳密に言うとこれがね、そんなに細かい霧じゃないの。ああ、そういうこと、ね、粒がでかいってこと。そう、粒でかめ、はいはいはい、で、こっちはあ、もしかして、あこ分かる、分かったよ。まあまあ、こっちの方が細かい。はい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 、はい、細かいの。ああ、つけた瞬間はやった感あるかもしれない。そうそうそう、だからステイするの、水分が、うんうん、で、はいはい、水分ステイしてる状態でこれやったら、うん、それは水分多いってなっちゃう。そりゃそうだ。で、こっちの方が多分わかる、浸透率が高いのかもしれん、それは分からん、うん、正直、うん、でも、うん、すごく今回不思議だなって思ったことがあって、うん、こっちの方が肌質いいの、うん、潤ってる、数字的にはこっちの方が高いの、うん、ボタニカルの方が。でも、こんなやつだろ、感覚的にってこと。そう、柔らかさ、針ともまた違う、何とも言えないこの肌の感じ、うんうん、潤いは感じる。 あのね、しつこくやってるやん、うん、積み重ね、うん、あのね、毎日使わないとダメだと思う。まあまあ、でもこっちはさ、一応美容って書いてあるよ、美容化粧水だよ、うん、でも美容と考えてもこっちの方が勝ちってことね。そう、それはなんでかって言ったら温泉の水なんですよ。あ、そういうことなの。そうなんです、これ。ほう、知らなかった。温泉入った時ってさ、うん、別に、まあそうね、潤ってはないじゃん、うん、でも、でもスベスベっていいじゃん、いい感じになる。なそれ、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 はいはい、それ、それ、これが、それ、そういうこと、はいはい、赤ちゃんにも使える。うん、まあ、温泉と一緒だって考えたら、そりゃ そうだよね。どっちにも言えるんだけど、うん、お風呂上がり最強。そのほてった体にファーっていったら引き締まってる気がする。この人はお風呂とか、あの蒸しタオルやった後クレンジングするタイプなんだけど、氷でくるくるやるんだけど、こいつで大丈夫。パックしたの、コットンつけて、でしばらくして潤いというかもう冷たいみたいな、肌が引き締まった感じがすごいした。私このホテルは本当にアベンヌいいなって、いや最初何なのこれと思ってたけど、いやね、ちょっと思うよね、やっぱり高い理由も分かった。肌が良くなったなっていう、1回しか使わなかったし、ちょっと置いてもみたいな感じだから、良さがよくあんま分かんなかったけど、継続して使ったらいい感じに、いい感じに、うん、いい感じになった。まあこれあくまで私の経験上の話ですから、まあ人によっては違うでしょう。